はハッシュタグビーガンカフェを検証します。ハンター、美味しそう。最初に訪れたのはのどかな田園風景が広がるこちら。爽やか。ここですよ、お店。こんなとこに田んぼの中のリゾート空間、ちょっと気になる。行ってきます。2021年6月にオープンした2分の1カフェさん。海辺にありそうなカフェ。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。店内もめちゃめちゃ可愛いですね。ありがとうございます。すごくおしゃれです。私 SNS でヴィーガンカフェっていうのを見たんですが、ここはどういったお店なんですか？ヴィーガンのグルテンフリーのお店になるんです。そうなんです。こちら2分の1カフェさんは動物性食品を使用しないヴィーガン、小麦に含まれるタンパク質グルテンを摂取しないグルテンフリーがコンセプトのお店なんです。県内でも珍しいですよね。あんまり聞かないですね。なかなか見かけないですよね。厳選した素材を使った体に優しいメニューが楽しめる2分の1カフェさんで、韓国の海苔巻き、キンパのランチをいただきましたよ。お待たせしました。ありがとうございます。キンパランチです。キンパランチ、めちゃめちゃ豪華ですよ。使ってないよ。まずはメインのキンパから、はい、一口でいきましょうか。一口で大きいですよ。喋れなくなるよ。でも美味しそう。ジェスチャー、コメントない。どうどう、美味しい。お腹の底から声出た。味もしっかりしてて食べ応えがめちゃくちゃある。でもあれですよね、お肉じゃないんですよね。お肉じゃないんです。お肉は使わないので、はい、これ何が入ってるんですか、中に。おからこんにゃくっていう、素材を使って。おからこんにゃくってやっぱり体にいいんですか？そうですね、食物繊維がすごく取れるのと、あと、鶏肉の6分の1だったかな、カロリーが。キンパっていうとちょっと牛肉っていうイメージがそうですねやっぱあったんですけど、これでヘルシーならこれがいい。だね。その他にもヴィーガンチーズを乗せたズッキーニや、小麦粉を一切使わず米粉で揚げたお豆腐の唐揚げや、おからこんにゃくの魚フライ風など、どのメニューもヴィーガン&グルテンフリーでした、ね、揚げ物だけど罪悪感なくパクパク食べちゃいそう。そう、嬉しいですよね。そしてランチにはオーナーの天池さんが作る週替わりスイーツもついてくるんです。この時はティラミスでしたよ。これもグルテンフリー。はい、うんうん、わあ、ほろ苦くてまた甘くて美味しい。このティラミスのこだわりってどんなところですか？あ、こだわりですか。やっぱり小麦粉を使ってないってグルテンフリーのもの、そのクリーム自体も全て手作り、豆乳を使って作ってます、こんな甘さがあるのに本当にヘルシーで体に優しいってことですもんね。そうです。そして体に優しいスイーツは他にも、こちらは2分の1カフェさんで人気ナンバーワンの和栗モンブランです。あ、美味しそう。人気ナンバーワン、はい、食べてみたい。東さん、はい、こちら後でスタジオで食べていただきますよ。楽しみにしていてください。そもそもなぜかにグルテンフリーだとかヴィーガンのお店にしようかなと思ったんですか？私がヴィーガンでずっと生活してきたので、自分が外食するときにもうとても外食できるお店がなくて。そうなんですよ。でたとえ、お店に入ったとしても本当にお野菜ぐらいしか食べるものがなくて、なんかすごくやっぱり不自由をしたので、できるなら自分がこういう皆さんに喜んでもらえるようなお店を作れたらなと思い、じゃあそんな今後のこのお店の目標だったり展望はありますか？本当にたくさんのお客様に来ていただきたいですし、自身私のことで言いましたら、もう本当にいつまででも働きたいです。もちろん娘とね、はい、もう本当に仲良くお仕事していきたいです。チャンネル登録お願いします。